はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウです。今回ですね、ミスタークレイジーズマンションってマップで遊んでいきたいかなと思います。おかしなマンションからの脱出ですね。ほらこれマンションじゃん。ここから脱出するようなゲームになっています。脱出する前にですね、まあ、何点か報告があります。まず1点目、ナオくんスキン変更おめでとう。雨月になりました。皆さん頭はナオくんなんだけど、お前体が、はい、雨月で、雨月、はい、ナオくんになりました。おめでとうございます。雨月は引退です。じゃあ、お前誰？うん、お前誰なんじゃ。ナオは引退です。じゃあ、お前誰なん？どっちがどっちかようわからんけど、でも。全然ね。はい、完全になんか似たり寄ったりな二人なんですけれども、やっぱ、こっちの方が自己主張が激しいよね。ドッペルゲンガー、そうだよね。え、そしてもう二つ目です。現状ですね、動画班、受験生がすごく多いです。三分の一以上が受験生ということで、土日とかやったらいいんやけど、まあ、平日とかは例えば塾があって、夜来れませんみたいな人がめちゃめちゃ多いんですよ。ちょっとね、今回から、まあ、しばらくの期間、助っ人を用意しました。助っ人。あの、動画班以外から助っ人を今回呼んできました。誰かっていうと、グループモデレーターです。グループモデレーターを視聴者さんに任せてるんですね。グループモデレーター二人にね、今回、もしも動画班がいない時に協力してもらうという感じで呼びましたんで、こちらの二人です。よろしくお願いします。三号くんと楽譜くんですね。まあ、おなじみですね。まあ、僕の動画見てる人だったらわかるよね。うちの子です。え、そうなの？え、どっちが？ダイオウグソクムシスズカステラリーナさんの子供なの？うん、誰が旦那さんなの？誰と結婚したの？両方です。なるほど。三号くんから一言ちょっとご挨拶できる、一応初めての方向けに。いつもお世話になっています。モデレーターの三号です。はい、よろしくお願いします。9ヶ月ずっとモデレーターをして動画を見続けてくれてると。で、配信の時もずっとね、グループ見張ってくれてると。もうこれはね、間違いなくやらかすわけないだろうということで、今回協力してもらうわけですね。はい、じゃあ、楽譜くん。明らかにこれあの配球、これ日向翔陽だよね、身長がね。こんにちは、55号です。違うよね、楽譜くんだよね。はい、55号みたいです。なんか人造人間なのよろしくねって、そうだね、頑張ってもらう。まあ、ちょうどさ、あれじゃない、ウソクムシとクロちゃん入ったばっかりだから、まあ、ちょうどいいかもしれへんな。じゃあ皆さん、今回は2人を入れて脱出していきましょう。ゆうとくん違うよ、多分こう中に入った方がいいんだよこれ。入るよ。じゃあよし、動画班行こう。おー、なんかあれだね、ぬいぐるみがありまして、出口から逃げればいいのかなこれ。じゃあ行くよみんな。はい。ん？なるほど、そういうことですね。クレイジーズマンションなんで、地下あるとか高いぞ。そうだね。めちゃめちゃ地下の方まで下ろされたんやな。で、これ何これ。普通に渡るだけ？行ってみてみんな。ダメじゃねえか。ジャンプしねえと無理じゃねえかよ。だからジャンプしろよ、これちゃんと。下えぐって。これ下どうなってるんやろね、これね、落ちたらね。落ちない方がいいかもしれへんで。はい、楽譜くん来れる？大丈夫？おー、うまいね、楽譜くん。三号くんと楽譜くんのさ、アスレチックの能力すらわかんないのね、俺。二人がうまいかどうかもわからんわ。針山なの？三号くん、こっち来なさい。三号くん。ちょっと降りてみて、ここ。下降りてみなさい。よし、行こうみんな。じゃあ行きましょう、次行きます。なんだ、クロちゃん。しなくていい、ね。さ、メイドさんのクロ、おい、下手すぎ？ちょっと。これ普通にさ、渡るだけでいいんでしょ？なんでそれやられんのこれ。イカ焼きにされたね。で？うわぁ、これ絶対これ襲いかかってくるやつやん。うわ、来たわ、これ。クレイジーズマンションで多分こいつが襲いかかってくるんやろうな。待って、速くない足。こいつ強いね。これあれだね、もう出た瞬間から動いた方がええんじゃん、これ。え、足速いから。え、普通に足速くないこいつ。いけるこれ。マジ、お、リトル来た、リトル来た。おい、おい、来た、今日リトル来た、珍しい。偽物じゃねえかって。そう、今日は何、バイトないの？あ、終わった直後なんだ。あれは家に帰った？今バイト先でやってんの、もしかして。え、バイト先、車の中、車の中でやってんの。行こうぜリリチョ。そうだね、リトル行こうじゃ。待ってみんな、リトルイージー選んだだろ。え、リトルモード何選んだ？むずいぞみんな、これ想像以上に。オッケー。はしご登ってきたんだけど、逃げれんくない？それじゃあ、え、もうずっと追いかけてくんの？じゃあなんであいつらじゃあ生きてんの？いや無理やって、無理やって、これ。え、いけなくない？マジで。おっ、オッケー。むずい、ここ今日人多いね。はい、皆さん今日大所帯でやっていきますよ。いきます、こっち開けます。じゃあ、ほら、いけました、ようやく。いいね。
このね、下に落ちたらやばいんだよ。やばいエリアを越えていかないといけない。でもこれあれだね、これプレイヤーによってさ、見える視点が多分違うから、ほら宙に浮いてるように見えるね。完全に個人戦みたいな感じやな。はい、ここもまあ楽勝と。全員楽勝だね。あれ、リトルさん？リトルいけてるこれ。おー、いけてる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 。おー、一応ほら。さあ、みんな、じゃあここのボタンを押していくで。来た。はい、押します。あれだね、クレイジーマンションということで、一番最初下にピューンって落ちたんだけど、ほらほら、エレベーターでまた上に上がることができましたよね。え、これもう脱出なんかな？これ。今、レベルが6ですね。レベル6なんだけど、どうなんでしょうね。一番下のマークを押すことによって、ポイントがいっぱい貯まるんですよ。これでいろんなアイテム買えるっぽいよ。で、ステージをクリアするごとにこんな感じでお金が入るみたい。俺ちょっとテストプレイでやったから、多めにもらってるんだけど、まず、お前から食ってやるぜってほら、リトルさ、いつもさ、カタカナでチャットしてるのに、それすらも忘れてんだよ、もう。自分のモンスター設定も忘れるぐらいずっと撮影来てないから、ガクー君。ダメやんって、そうなんよ。そうだよ、もうリトル忘れすぎてるから、もう自分のキャラも喪失しとるからな。あ、行くぞ、リトル。じゃあ、ちょっと思い出せ、今回の撮影で。もうダメだ、リトル。もう久しぶりすぎ。こいつ来るんや。待って、急いでいかんといかんかも、じゃあ。ほら、後ろから襲ってくんだけど。俺、想像以上にむずい。簡単かと思ったのに。ジャンプします。はい、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。うわー惜しい。これミスったら終わり、ミスったら終わり。オッケー、ギリギリ。危な、めっちゃギリギリやったぞ。はい、オッケー。テルキ、クロちゃん、リトル、そう、まあ、サンゴくん来てるわ。でもやっぱ半分以上来れてない。ほら、アマツキとかユウと苦戦してるわ。俺これダメやーって。ほら、もうちょい待とうか。じゃあ行くよ、動画班。じゃあ超えていこう。消えたね、やつ。あ、ここ無理だって。最悪言うとイージーモードでいいよ。イージーは甘え。そうかもしれへんね。あと、クロちゃんはさっきから何をしてんの、あんた。毎回なんか扉の前にずっとクロちゃんいるんよね。まあまあ気にしないでおきましょうか。じゃあ行きますよ、こっち。はい、レーザー地帯ということで、これ後ろからまた来たりすんの、これみんな。どう思う？襲ってくる？来ないね。じゃあここ大丈夫だね。ここは普通に行くだけか。そんなに難しくありません。で、あー、このアスレチックゾーンやな。よし、行くか。は？これマグマが上がってくるやつだ。行くぞ、突撃。これね、レンチャン登らんと、これ上からマグマ上がってくるからきついぞ、ほら。はい、パン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 って、こうかな。オーケー、完璧、一発クリアね。よし、動画班来れるか。一応ここまで待つか。あー、てか視聴者さん、あのサンゴーくんとガクフくん、どういう人間なんですかっていうのめっちゃ気になるじゃん。サンゴーくんは、まあ9ヶ月一緒にいるか分かるけど、多分ナオくんとかネリアメとか、多分そっち系のタイプの人間。ガクフくんはホットドッグユートさんみたいなやつ。ガクフくんに関しては普通に真面目なの。英語の合宿とか行ったりしてんの、英語勉強するために。だから頭のいいホットドッグユート。ユートが頭良くなりましたみたいな感じ。だからユートの上位互換って言われてる、今動画班内で。ユートの価値がない。だよね、あれ、ユートって何なのじゃあ。慣れてきたわーって。ユート、お前はだから愛嬌で勝負するんやぞ、愛嬌で。お前、可愛さを武器にしていけ、いいな。視聴者さん好きだよ、ハート。そうそうそう、そういうので頑張っていこう。俺、楽譜の方が好き。楽譜も結構可愛いよ。そういうこと言うと萎えるだろ？ブロックするぞ。ほら、ダメだよ。もし俺、ブロックされちゃうよ。許されないよ、それ。ドアを開けるには鍵が必要だ。あ、そういうことか。じゃあ行きましょう、皆さん。はい、はしご登っていくんですけど、鍵とかある？こっちじゃないのか、こっちか。はい、こっち行きます、とりあえず。ラジオもつけれるけど、特に意味なしって感じか。まあ、アスレチックやっていこうぜ。よいしょ。あ、ここら辺難しくないですね。多分、ハードモードの、アスレチック自体難しくないですね。あの、敵かなんかが襲ってくるってことか。イグジット脱出ってこと？え？終わりじゃないじゃん。はい。鍵が必要だらって、無理じゃん。こっち出口なのにさ、戻ったらまた道があるもんね。どっちから先に行くのがいいんだろうか。まあ、一旦こっち行こっか。そう、出口がいっぱいあるよね。こっちかな、じゃあ。バカバカバカ、危ない危ない危ない、扉閉めるな。ほら、矢印で向こうに行ってくれっつってるから、こっち向かおっか。みんな落ちてるわ、ほら。みんな落ちてる。リトルチャレンジ。あー、来ました。リトルチャレンジのコーナーが始まりました。リトルくん、2分の1です。選んでください。どうぞ。おー、ピンポーン、次。あ、こっちかこっちか、こっちで正解だ、最初は。あれ？これ、プレイヤーによってちげえわ。全員ランダムになってるんだ。これ、めんどくさいね。
ほら。レンジャーで飛べばいけるけど、これ結構むずいぞ。これ連続ジャンプでいけるかも。オッケー。え？待って。動かないっつってるぞ。何？動かないって何？だるまさんが転んだじゃない？これ。おい、まさかのだるまさんが転んだきたね。いくぞ。止まるよ、みんな。結構シビアだよ、これ。レッドライトになる前に止まった方がいいかもしれへんな。だから、ここら辺止まっとくもん。ほら、もう早めに止まっておくことを意識した方がいいかもしれんね。オッケー。次。止まる。ほら、もう早めに止まった方がいいかもね。はい、オッケー、止まります。なんか、クロちゃんが一番怖えんよな、ほら。クロちゃんが一番怖え。このワンチャンイカゲームより怖いかも。ヌーブくんでしたね。ヌーブくんになりました。行こう。うわー、マジかー。あ、そうだ、みんな、てっ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 てん、てっ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 てんだ。ほら、そうだ、みんな音を聞く音。今、ほら、そういうことだ、みんな。音が大事ってことだな、音。うん、何購入してんだお前。誰で課金したやつは。うん、課金すんな今。レッツゴーだ。え、これ今、16レベルか。16レベルとか2周ぐらいで終わりなんかな？どうなんやろ？はい。どっかのところにやってきたんだけど、これ宝箱開けれたりはする？お、オッケーみんな。鍵ゲッチュ。一発クリアだね。ここだったね。多分これもランダムなんやろね。プレイヤーによって。これでいけるってことかな？ほら、開けれた。さあ、次レベル行こっか。あれ？これってあれじゃないの？みんな。戻ってきたよ。鍵を手に入れたことによって、今まで開けれなかったところが行けるようになったってわけか。で、多分、イグジットは開けれないよね、多分ね。え、イグジット開けれたんだけど。え、前のエリアはじゃあ。ちょっと前のエリア行ってみない？前のエリアにもさ、閉じられてるとこあったもんね。確か、ここだよね。ここ行けなかったよね。行けるわ。みんな行ける。おい。え？どういうこと？秘密のバッジ？どういうことだ？なるほど。この女の子が多分恋人ってことかな？確か、この人がメインの話もあったの。付き合い曜日、次回やるけど。プレイって、あ、これで別マップに飛べるってことか。そういうことね。よし、開けるぞ。OK。EXIT なんで、これ出口かな？これで終わりなんかな？まあ、これで終わりだといいんだけどね。さあ、これでエレベーター上がります。上がるよ。さあ、どうなる？これボス戦とかあんのかな、このマップわかんないけど、なんかさ、スケアリーオービーの中だったら、例えば一番最後にこのボスと戦いますみたいな要素もあるから、そこがちょっと気になるとこだよね。え、まだ終わりじゃない？これまだ終わらんかもしれへんで、今17ステージだって。上登ります。じゃあ、あ、ナオくんとソーマがいる。これ終わり？俺らがボスだ。なるほど。アマツキ、お前のライバルがいるぞ。お前が倒さないとダメらしい。ナオくんとの因縁の戦い、ここで決着をつけるんだ。かかってこい。よし、アマツキの攻撃。どうだ、どっちが勝つ、わかんないぞ。アマツキ、あ、ナオくん。二人は一緒に天に召されていった。もう二人の姿はない。まあ、あるけど、まあまあ、モザイクかけるわ。じゃんじゃんじゃねえよ。終わらせんな、自分で勝手によ。全然終わってないじゃん。どこが出口だった？全然出口じゃないっていうね。待って、これ、あれだね。これ、ところどころ出てくるから。ダメだよ、これ、みんな当たっちゃう。よし、当たらないですね、当たらないように。当たってんぞ、クロちゃん。この骸骨エリアを越えていくんですけど、あれだね、これ、ネズミに、うわ、ネズミ、あれだね、食らうね、ダメージね。エリアのネズミに当たったら、ほら、こんな感じで食らうようになってんだ。これ、多分、ハードモード特有やろうな、これも。はい、ネズミに当たらんように、オッケー、完璧。ネズミ結構痛かったね。じゃ、上上がろっか。みんないるぞ。行くか。じゃあ行くよ。ほら、消えた。それ知らんわ、そんないきなり後ろから来られても。走るぞ。じゃあ走ればどうということはないでしょ。走ってどうすんの、これ。これ十字架。え、どうぞ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 、みんな逃げれ逃げれ逃げれ。木の上。あ、木の上も無理なんだ。こうか。待って、みんな追いつかれる。え、ここのさ、攻略方法って何？どうやったら攻略できるんだ？一番奥まで走れ、ほんと？走れ走れ、みんな。もう一回行くわ。
はい、後ろから来ます。次、前から来る。だから、斜めに向いて、斜めで逃げます。次。はい、正面から来るから、もう一回ぐるって一周回って。うわぁ！待って、ハードモードむずいわ。舐めてかかったらやばい、このアップ。こうかな？これならいける？みんな。ほら、ここならどう？オーケー！脱出かな、これ。ハードモード完了。めっちゃギリギリの戦いだったな。わー、ミスタークレイジーから脱出できたね。プレイしてくれてありがとう。まだ経験値アップデートする作業なので、またいつか友達と一緒に遊びに来てください。さあ、ポータルに入った新しいゲーム。ほら、さっきの隠しバッジのとこにあったエスケープリトルクレイジータワーだね。今回マンションなんだけど、タワーからの脱出みたいなのもあるみたいなので、よかったら皆さん遊んでみてください。パンゴーくんどうだった？今回撮影参加してみて。プレイヤースキルが必要なことを初めて知りました。あたたたたたたあたたたたたたたっつって、ケンシロウになってるもん、これ。やれやれだぜって。それ違う。それジョータロウ。俺が言ってるのは北斗の剣。それ微妙に違えんよ、お前。お前間違えんじゃねえ、クロチョウ、お前。はい。ということで、皆さんよかったらね、このマップ遊んでみてください。で、人が少ない時にモデレーターもね、どんどん参加すると思うんで、モデレーターの応援もよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日の動画終わりです。お疲れ様でした。Thank you.